ちょっと5分経ったら言います。5分になったら。この T シャツは養分さんに前もらって、いやかなりちょっともう考えました。本当にもうここまで来たんで、ちょっとここもう髪洗ったよ。もうちょっと ここまでの事態に行ってしまったので、ちょっとあと1分経ったら言います。ちょっと時間もないんで。本番ありがとうございます。じゃあ言いますね。今回スケロクちゃんに、スケロクちゃんに対していろいろ俺がまあいろいろ苦労をかけて、追い詰めてしまって、ふわっちアカウントもね、ちょっと消してしまって、本当にちょっと俺としてもかなりそれは、ちょっと申し訳ないなと思いますし、ちょっと本当に非常に本当にもう一度消したものっていうのはなかなかもう戻らないし、スケロクちゃんはちょっともう配信者じゃなく、もう一般のっていうか、もう配信者じゃなくなってしまって、本当にスケロクちゃんリスナーさんにはね、本当に申し訳ないと思います。で、ちょっといろいろ考えた結果、ちょっと私、善逸は、ちょっとふわっちを、ちょっとしばらく休、まあ、しばらくというか休止します。なのでちょっとしばらく、配信はやめたいと思います。ちょっとで現状ちょっとアンツブとか
は、あんつぶとかちょっと迷惑になるんで、あんつぶだけはちょっと続けていくんですけど、配信はちょっとしばもう休ちょっとまあ休止して、ちょっと昼の仕事を、やっていこうと思います。平日は昼の仕事をやって、金土だけあんつぶでやって。だから配信をちょっと自分の配信はもう、ちょっとやめます。やめますというか休止します。いや、いつまでかもうちょっとそれは分かんないですけど、ちょっとここまでもうちょっとスケロクちゃんに迷惑もかけたし、ちょっと責任を持ってしばらく配信、俺が配信をしてるとちょっとスケロクちゃんにもねあれなんで、だからまあ普通の仕事というか昼の仕事をちょっとやっていこうと思います。これから金土はまあもう現状ちょっとあんつぶさんには迷惑かけれないんで、あんつぶはやっていきますけど、配信の方はちょっと無期限休止したいと思います。本当に今回はスケロクちゃんをアカウント削除までに至ってしまい申し訳ございませんでした。まあ、このあとちょっとあんつぶなんでちょっと時間ないんですけど、もうちょっとそろそろ出ないといけないんですけど、まあ平日はちょっと普通の仕事の方を頑張ります。これからは、いやだからクリスさんの借金もあるんでちょっと昼の仕事をちょっと増やして、だから普通の仕事をするってことです。配信をちょっとやめて休止して、そのような形でちょっとスケロクちゃんには申し訳なかったんで、いや俺がやっぱりスケロクちゃんを追い詰めてしまって、アカウント削除っていうのはもうよっぽどだからね、よっぽどなんで、それを俺もう配信者じゃなくしてしまったんで、いやアンツブはちょっと迷惑かかるんで継続していきます。自分の配信はちょっと休止します。で平日はちょっと普通の仕事をして、ちょっと借金の方は返せるようにしていこうと思います。いや、いつまで休止かは分かんないし、ちょっと今は考えてないです。とりあえずちょっと、スケロクちゃんが今どうなってるかも分からないし、ちょっと心配なんで、あれなんですけど。
いや、香川さんには後でちょっと言いたいと思います。自分の配置の方はちょっと休止して、ちょっとアンツムの方はやら、あの、頑張って働かせていただきますって言いたいと思います。まあちょっと自分の配信ができないのはちょっとすごく、まあ、寂しくなると思う、まあ、思いますけど、ちょっとまあ普通の仕事ちょっと頑張って、心も体もちょっと強くなるように、ちょっとが鍛え直してきます。ということで、ちょっとし、もうすぐ出ないといけないんで。ああ、まあ30分もよ。いや、これはちょっともう俺の選択なんで、別に隠れるとかじゃなくて、まあ、満粒は出るんで。こんにちは。まあちょっと、まあ今現状こんな、まああれ、まあ俺のせいで荒れてね、つけろくしゃにも迷惑かけたんで。いや、スケロクちゃんとは今ちょっと現状もう非常に、もう現状っていうかあれなんで、まあ普通の仕事を頑張ります、ちょっと。はい、だからちょっとふわっち今回ちょっと休止します。今日から。昼の仕事はちゃんとちょっと増やしてやろうと思います。いや、本当です。抱かれてるか関係ない。いや、ちょっとさすがにアカウント削除まで追い詰めてしまったんで、
や、俺のまあ、まあちょっと準備ちょっと行かないといけないで、アンツブはちょっと終わりたいと思います。ということで、ちょっととりあえずそういう報告で、いや、スケロクちゃんのせいで休止するわけじゃない。お疲れ様でした。ちょっと準備しないといけないね。